ウェイヨー、どうも、かけまるです。とうとう話す時が来ましたね。ちょっとね、僕たち一回やらかしたことがありまして、本日は皆さんに全てお話ししたいと思いますでございます。まあ、この動画を見てね、少しでもいろんなカップルさんたちが、まあ、参考になれば、僕たちみたいな過ちを犯さないようにしてもらえたらと思いますでございます。今日何設定？あの、菅です。ございます、なんか言わないよ、菅。じゃあ早速話していきましょうか。それでは話していきまーす。そう、かけまる。時は2019年12月、まあ、2年前だね、の冬。まあホテルに行きましたと。まあね、まずカップルはもう行くでしょ、みんな、ホテルに行って、まあ一晩過ごしたわけですけど、その夜にある事件が起きたと。もう思い出したくらいですね。人生で一番焦ったぐらい焦った。マジ脇汗止まんなかった、あの時。超臭かった。部屋の中。大洪水してたから、バー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 。マジで吹き出てた。まあいつも通り、まあ、カップルといえばのことをしていたんですよ。まあね、濃い夜でしたね。ねえ。かっくんが終戦した後に、かっくんが初期装備を外したわけですよね。で、その初期装備を外した時に、おっとってなったんだよね。いつもと違うぞと。で、その時にもうね、頭の中がね、若干真っ白になって、ドキドキ、ドキドキってしたんですよ。ゆうちゃん何も分かってないから普通にしてたんだけど、かっくんがなんか焦ってんなみたいな顔してて、ね、初期装備を確認しましたと。何もなかったんです。そこには何もなかったんですよ。俺のカルピスどこ行ったってマジで焦って、頭の中が真っ白でしたね、あの時は。とりあえず確認してってなったんだよね。まあ初期装備が故障してたんですよね。故障してたね、あれ。あれ不良品でした。でも多分最初からじゃないよ、途中でだよね。まあ激しすぎたのか乾いてたのか。で、まあ焦って覗いたところ、なあちゃんのなあちゃんの中にカックのカルピスがめっちゃ入ってたんですよね。もう乳酸菌だらけで。そう、それでカックのあの有名な書き出し事件。そう、あの時の俺マジで早かったよ、もうなあちゃんのなあちゃん見てカルピス見せた時に、そんなんじゃない、そんな優しくない。そんなもうガチの必死な顔で書き出してて、もうね、一匹残らずともね、書き出そうと思ったんですけど、やっぱりカルピスっていうのはもう一匹残らず書き出すのは不可能なんですよね。めっちゃちっちゃいんや、あいつらは。だってもうプシューンって人がプシュン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 なんだから、あいつモンストか。多分ね、なあちゃんの中に1000匹ぐらい入ってたんじゃない、もうその夜は僕チッチになる覚悟をしました。チッチがね、もうなんか発音悪すぎてチッチになっていく。チッチだよ。マジでちょっとさ、ひろゆきさんに相談してみる、スパシャ投げて。ああいう時どうしたらいいですかっていうのをひろゆきさんに聞いてみようよ。うちらマジで最近ひろゆきさんにハマってて、 YouTube ずっと見てる。マジで。彼氏とおせっせをしていたところ、初期装備が故障しており、中にカルピスを発射してしまいました。ひろゆきさんならこういう時どうしますか？はい、あー、そうなんですね。もうね、これ諦めてください。これもうね、どうしようもないんですよ。ねえ、ダメだこいつ。ダメひろゆきだ。ダメひろゆきだ。ダメだ、むずいな、やっぱ繊細なら自分で考えてください。もうね、やったのはね、その人たちの責任なんでね、もう僕がどういうことじゃなくて、まず婦人科行って竹丸。とりあえず産婦人科に行こうって乗って、次の日産婦人科に行きました。まあ産婦人科に行って、アフターピルっていう行為の後に飲む避妊薬みたいなのがあるっていうのを知って、それをもらいに行こうと思って産婦人科に行ったんですよね。そのアフターピルっていうのが高いらしくて、何万もするみたいな、ちょっとの薬で。でも覚悟してったんよ。まあ診察して5分ぐらいで帰らされたの、まず。その内容としては、私が生理が終わった次の日だったの、その事件が起きたのが。で、そのことをおじいちゃんに話したら、そのなんか、うん、大丈夫だよ、全然大丈夫だよって言われたの。絶対大丈夫ないでしょ。でも本当にその一言で安心したの。じゃもう多分いらないと思うけど大丈夫って言われて、処方するしないって言われて、大丈夫ですって言って帰ってきたんだよね。だからその日診療代500円とかで。うわ、もうこのおじいちゃん見てますか、僕たちは今こうしておじいちゃんのおかげでこうやって YouTube できてます。サンキューな。何最後マジ今日役多すぎでしょ。マジじいちゃんサンキューな。
シーカーシー。この事件はまだ続いていた。食装備破損事件から1ヶ月後、なーちゃんは生理はまだ来ていなかった。なんです、1ヶ月生理来なかったね。あれじいちゃん、おいじいちゃんってなったよ、うちまだ来てないよじいちゃん。マジでもう一回行こうと思ったの、産婦人科に、ね、しかもなんかさ、お腹痛かったんだよね。そう、お腹痛くて、でも生理は来なくて、マジでなんか、えってなってて、でなんかあの妊娠チェッカーみたいなやつあるじゃん、うん、あれマジで買おうか迷ってて、でここで俺は2回目にして父になる覚悟を決めました。もうこれはガチだと思った、うち。あれ普通に第一志望の高校落ちたぐらい焦った、あれマジで落ちてるもん、うん、でもちょっとひろゆきさんに聞いてみる。もういい、もういらない、下手くそだから。結局1ヶ月後ぐらいに来たんですけど、原因としてはもう心がずっと不安な状態、生理早く来い早く来いって思いすぎて、多分不安な状態が続いて生理が来なかったみたいな感じなんだけど、でもななちゃんの血を見た瞬間もありがとうおじいちゃん、もうなんか子供生まれたかのように見えたよね、2人ごめんマジでうちら喜んだね。マジでやばかった、あんなに嬉しい生理なかったね。かけまる、まあ誰でもなりうることっていうのを伝えたい、だからこの動画を参考にしてちょっとでも役に立てばね、立ててください。まあ、結論、ゴムつけてても、まあ、100% 否認できるっていうことではないので、皆さん気をつけてくださいね。はい、責任を持ってね、ちゃんとそういうことをするときは、まあ、やるときはもうお父さんになる覚悟をね持ってください。みんな何があるか分かりません、この先人生。友達の友達の話なんだけど、高校生の時に子供産んでる子が3人いるのね。多すぎだろ、治安悪い。そう、3人いるんだけど、うん、3人ともちゃんと否認はしてたけど、ゴムが破けて妊娠しちゃった。うおー、でもその4人目にならやなくてよかったです。大事なとこで噛むなよ。あれあれ怖っ。いやでも子供何欲しい。無理やりすぎよ。将来話しよう、将来話しよう、ね、子供何人欲しい。2人かな。いや俺も2人だわ。俺は男が欲しい。うち男女で、俺はなぜかっていうと、なんか昔ちっちゃい頃カブトムシとカブトムシ戦わせるのめっちゃ好きだったの。なんかもう男の子と男の子戦わせて育てていくよ俺は。今序盤の死のとこ全部チーになってる。えどういうこと。ムカチムカチカブトムシなってねえ。言ってたなってねえ。普通にテロップ入れたらバレねえ。ムカチムカチ別にね、やんちゃな二人を育ち上げたい、俺は。そうだ、育ち上げたい。合ってるでしょ。育てね。あ、育て上げたい。地に釣られてるよ、もう。私は男の子、女の子がいいですね。まあね、女の子も欲しいけど、俺多分嫌われそう、女の子に。うん、絶対嫌われる。パパ臭いって言われそう。言われるよ。ね、赤ちゃんの物真似でした。全然見たことないでしょ、赤ちゃん。今度鳴き声じゃん。全然違う。合ってんじゃん、合ってんじゃん。まあ皆さん、僕たちの子供楽しみにしててくださいね。はい、まだまだ先だけど。はい、まあ以上ね、僕たちのやらかした、これノンフィクションです。はい、ということでね、この動画がいいな、参考になったなって方は、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインタビュー、Twitter のフォローと無断転載もね、よろしくお願いします。俺さ、子供できたらやりたいことあってさ、その子供を寝かせたいっていう夢があるんだけど、うん、まあ、子守歌をね、歌いたいんだよね、その時に。で、も気持ちよく寝させたいっていうのがね、俺の夢です。かっくんの歌で。そう、俺の歌で。でも、うちら2人で歌ったらいいんじゃん。で、実際やってみようよ。こぽっちゃま赤ちゃんにして、2人でこうやってね。せーの、せーの、春はいいえ、春はいいえ。寝るなこれ。これ寝るわ。毎日毎日スモークしてる。花、俺が育ててる。俺と仲間たちで育ててる。質悪い政権、栄養。金じゃない、栄養。絶対悪い気になるわ。じゃ。